皆さん、こんにちは、大地です。今日、岡山に来てるんですが、まあ、岡山で、僕のね、本を持ってきてくださって、で、サインしてほしいと言ってくださった方がいてですね。で、まあ、普通はね、名前と、まあ、大体いつも今日から未来ってね、書いて、で、僕の名前書いてお渡しするんですけど、で、プロコーチ頑張れって書いてくださいって、その方が言ってくださって、で、どういうことなのかって伺ったら、まあ、これまでコーチングをこうやってきたけれども、まあ、そろそろね、プロとしてしっかり人と関わっていこうっていう時で、まあ背中を、押してもらいたいんだみたいなね、なんかことを、教えてくださって、すごい感動したというかね、自分もそういう時あったなとこう思ってですね。で、だからなんかコーチング学んでる、人にね、なんか伝えたいなと思って今日ビデオ撮ってるんですけど、看板を上げてねと。で、要は、あなたがどんな人で、で、どんなコーチングがやりたくて、ね、で、どんなクライアントを応援したいと思ってるのかっていうことをしっかり掲げて表に出してほしいんですよね。そうじゃないと、あなたがいくらコーチングが好きでもコーチングが上手でも、で、やっぱり相手の人はあなたにコーチングを頼めない。そりゃそうだよね。隣の奥さんがなんか料理上手だって噂だけ聞いてても、ね、なんかパーティーの時にちょっと料理作ってよって言えないけど、で、その人がね、なんかお願いしてくれたら料理作るよって、なんか値段はこれぐらいでこんなことできるよとか、特にね、なんかこういう人たちに喜んでもらいたいから、もしよかったら声かけてねって言ってくれてたら、あ、声かけようかなってなるじゃない。で、だから、勇気を持って看板を上げてもらいたいと。で、あとはね、やっぱりちょっと試してもらわないととかね、あなたのこと知ってもらったりとか、あなたのサービス受けてみないと、相手だって選びようがないわけだから、だからあなた自身のことも発信するし、あなたがやってるコーチングのことも発信するし、よかったらお試しでセッションを受けてもらうしっていうのをどんどんやってもらいたいしね。それから相手の人がやっぱり価値を感じてお金を払うって何なんだろう、何に払うんだろうっていうことをやっぱりしっかりとイメージして、で、場合によって相手に聞いて、で、やっぱり相手が本当に価値を感じるようなものっていうのをしっかり1時間なら1時間の中でやれるように、やっぱり自分をチューニングしていく。で、まあ、もちろんそうやってやってみんなこのプロになっていくんだと思うんですけど、なんかこのビデオ見てる方で、自分も本当はねコーチングを仕事にしたいんだっていう方、ぜひ看板を上げてください。で、やっぱりプロとして自分が提供したいレベルの、そして相手に喜んでもらえるレベルのやっぱ水準っていうのにね、自分を作っていく。で、それやりながらしっかりと発信もする。で、やっぱりね、そういうことをやってからこそね、なんか、プロのコーチが世の中に増えていくわけだし、で、やっぱりプロのコーチがいるからセッションを受けられる人も増えていく、ね。で、なので、ぜひぜひやってもらいたいなと、いうことです。なんかね、僕も本当に15年前のこととか思い出して、そうだよな、なんかプロになりたいって思ってたなとかね、そろそろやっぱりやるんだって決めて動き始めたよなと。いうようなことを思い出してね、もうやっぱり決めて動く。で、誰かに背中を押してほしかったら、います、やって、待ってる人がいるからね、あなたしかできないコーチングがありますからね。で、それを待ってる人がいる、そう思って自分にできるコーチングで、自分が応援した相手で、やっぱりそこをねめがけてね、動いてもらいたいなと思っております。以上、それではまた。